はじめましての方も二度目まして以上の方もおつまわりかしまわりでございます。はい、本日は2019明治安田生命 J1 リーグ第33節ホーム最終戦ですね、ヴィッセル神戸戦のプレビューです。はい、基本情報の確認から参りましょう。鹿島は現在3位、勝ち点が60、17勝9分け6敗、52得点27失点、得失点差がプラス25となっております。一方のヴィッセル神戸は現在10位、勝ち点が41、12勝5分け15敗、54得点57失点、得失点差がマイナス3となっております。両チームの通算成績ですけれども、鹿島側から見て51戦32勝8分け11敗。直近5試合の成績は3勝2分け、うち 1PK での敗北という形になっております。はい、それでは予想スタメン確認から参りましょう。鹿島側ですけれども、ブエノとケントが、まあ、使用停止という形になっております。ゴールキーパー、スンテーで、内田篤人、スンヒョン、犬飼、町田、セルジーニョ、長木、レオシルバ、白崎、翔馬、伊藤翔という並びとなるのではないかと予想しております。で、一方のヴィッセル神戸ですけれども、まあ、前節のところからメンバー変えずに踏襲しまして、怪我の藤谷選手のところには、まあ、西大吾が帰ってくるのではないかという予想を立てているというような形でございます。はい、で、まあ、ゴールキーパーがイクラ、右からダンクレー、サンペール、大崎、西、こちらが山口とイニエスタで、酒井豪徳が入りまして、ポドルスキーにビジャー、古橋という並びだと思われます。はい、今日なんですけれども、まずそもそもヴィッセル神戸の構造について少しお話をしないと話が始まらなくなってしまうくらい少し複雑な動きをいたします。はい、というのも、まあ、並びとしてはこういうね、3-4-3という形で並んでくるんですけれども、ビルドアップの時に、この真ん中のサンペール選手がこう参加して、まあ、ビルドアップを参加していって、まあ、ラインを上げていきますわな。うん。で、ラインを上げていってやると、こういう形になっていったりするんですね。で、まあ、前線が、まあ、5枚で、そこに対してとかっていう形になってったりするんですけど、まず源泉が5枚入っていってっていうような形になっていくんですけれども、まあ、その後に守備をするとき、相手がまあボールを持ってしまいましたよーってなったときに、この酒井豪徳選手が1列下がってこういう形で守備をするような、こういう可変のところを担っていると。で、まあここのところで中央のところは3枚で締めていくよみたいな形ですね。で、まあ、こういった形になっていって、まあ、最終的にブロックを組むときには、こういう形になりまして、はい。こういう形にブロックを構える形になりまして、で、まあ、ボールがこう入ってきて、まあ、少しサイドの方に流れたなーっていうようなときにスライドしますよね。スライドして、ここの空いたスペースにサンペール選手が入って、スライドしてきて4-4のブロックになるみたいな。いうような形で、まあ、ちょっとこのね、サンペール選手とこの酒井豪徳選手のところっていうところを、軸に少し形を変えてくるという形をヴィッセル神戸は取っております。で、まあ、ここのところがかなり、まあ、めんどくさいというか、わけがわからなくなってきたりとかするとは思うんですね。なので、まあ、ここのところで、まあ、鹿島としては慌てないというか、まあ、もうこういう構造のものなんだよ。っていうところのとこに、まあ、焦点を置いて見てもらうというようなところでございます。はい。で、まあね、先ほど言ったように、まあこういう感じで、まあビルドアップのところであったりとかで少し変化を加えてくるわけなんですけれども、ビルドアップで、相手のビルドアップでキーになってくるっていうところっていうのは、この6人ですね。並びとしては。まあ単純に相手の、このプレスの枚数、のところに合わせて、このサンペール選手が顔を出すというか、まあ、その受ける場所っていうところをこう上下していくわけですね。で、こう上下していくことによって、そこで、そう、この変化をつけていくんですけど、まあ、ここのところで、イクラ選手もビルドアップ参加できる選手っていうところも含めてね、ここのところで3人にできるよ。じゃあ、ここの後ろで受け手が5枚にできるよ。
そうすると前線のところのプレスが4枚でも必ずどこかで開くところができるよっていうようなところの部分を見つけてくると。でもちろんこれが例えばこう少しスライドをして3枚であれば別にここに入ってくる必要もないよね。じゃあ1枚下がってこういう形で4枚で後ろでビルドアップして、まあ、1枚しかもゴールキーパーが余る形でやれば、確実に空いてくる場所ができるよねとかっていうことで、この相手のプレスの枚数のところを見ながらこのサンペール選手が高さを上下することによって、まあ、変化を起こしながら、で、まあ、この選手たちがこう降りてきたりとかしながらビルドアップをしていくよっていうことで、まあ、ポゼションをね、まず高めようという狙いを一つつけてきているチームでございます。ただし、その、まあ、ポゼションをしてくると、そこでま、こういったところでね、わーって言ってこう、ボールを運ばれて、相手にボールを持たれて押し込まれて、ま、点取られちゃうんじゃないのとかっていうところに繋がっていくとは思うんですけれども、どちらかというと、まあ、その、神戸のそのポゼッション思考っていうのはもちろんこのボールをポゼッションしている時のところから点を取りに行ったりとかはしたい。うん。でしょうけど、なんとなくその部分とかっていう話で言えば、その、このポゼッションから直接得点を取るのっていうところは、まあ、その、古橋選手のところにボールを入れたこの1対1のところから内側に入ってくるクロスだとか、まあ、抜け出してのクロスっていうところに、まあ、フォワードが合わせに行くよ。っていうところと、あとは、まあ、イニエスタ選手ですとか、まあ、ポドルスキー選手っていうところで、まあ、多分ここに西大吾が入ってくれば、西大吾のところからも出てくるでしょう。まあ、そういうところから、まあ、この最終的な出口であり、その相手のディフェンダーとの駆け引きっていうところで、まあ、抜け出しっていうところを持っているビジャ選手っていうところ。なので、出口としてはまず一つ。うん。出口としてはまず一つ。で、もう一つがここの、その、サイドのところでの古橋選手の1対1が一つ。で、ちょっと行き詰まれば必ず、まあ、彼らはシュートを打ってくると。で、まあ、攻撃を終わらせる。もしくは彼がクロスを上げて、まあ、際どいところに上げて相手のところに渡して、攻撃を終わらせてくるというところにまず一つ狙いを持っていて。で、そこの、要するに相手のセットしているところのとこから、もう一回相手の攻撃っていうところに対して、もしくはどこかで引っかかって相手がわーってなった時っていうところに、そのトランジション切り替えのところ、攻撃から守備のところの切り替えっていうところに全力を尽くしていって、ボールを奪って相手がバランスを崩したところに対して入り込んでいける選手っていうのが、彼らのチームの中には多いというところで、多分そこのところの特徴を活かしていくように、ポゼッションは確かに得点を狙うのもそうですし、自分たちの主導権っていうところも狙うのもそうなんですけども、あえてそのポゼッションっていうところに攻撃の軸を置いているのではなくって、そこからの切り替えのところに持っていくためのポゼッションっていう考え方、をおそらく彼らはしているんじゃないのかなっていうようなボール回しであったり攻撃のスタイルであったりすると思うんですね。なのでまあ、その切り替えのところ、ボールを相手から奪った後の切り替えのところっていうところにまず焦点をついていくというところになっていくと思います。はい。でまあ、ボールを奪っていくっていうところなんですが、まあ、前節のセレッソは中央を圧縮することによってで、その真ん中での起点、ハーフスペースでの起点っていうところを消していくというところからスタートして、まあ、ここの選手たちを常に捕まえておくよっていう状況を作り出すことっていうことをまずセレッソ大阪はやっていましたが、ちょっと鹿島は今季この中央の圧縮っていうところっていうのはあんまりやってないんですね。うん。なので、どちらかといえば鹿島が狙っていくっていうのは、そのボールサイドに対してスライドを起こしていくよ。で、まあ、大外のところに対してサイドハーフが見ることによって、ここがぽっかり空いてくると。で、ここのぽっかり空いてきたところを狙ってパスをしてきたところに対して、ボールを奪っていくよ。こういうトラップのところっていうのをおそらく仕掛けていって、狙っていくことに鹿島としてはなるはずです。はい。ですので、まあ、その相手はかなりサイドチェンジを多用してくるんですけれども、それでもそのボールを持って、てから、サイドに1枚人が来ない限りは、その直接的にクロスをバフってこう、アーリー的に上げてくることっていうことがあまり神戸は多くはないので、
まあ、要するにサイドチェンジをされてボールを持っていたら、そこのところに合わせてしっかりとスライドをしていくと、合わせてスライドをしていくのと同時に逆サイドのアイソレーションの選手を見るっていうところや、そのサイドチェンジのところですとか、あとはここのトラップっていうところを含めて、このサイドハーフの選手が一つこう出て余らせる形を作っていくと。で、例えばここのところでグッて入ってくる選手に対してはトップ下の選手がついていくよっていうような形を取ったりとかしながら、サイドチェンジだとか、その、この逆サイドのハーフスペースにボールを入れたくなるようなスペースをわざと作ったりとかすることによって、相手の陣形を一回こういう形でね、固定化してしまうこと。これによって、鹿島アントラーズがまず耐えていくという体制を整えていくこと。っていうことが大事になっていくのかなというふうに思います。はい、そうなってくると鹿島の攻撃は、まずここのところで一回収めること。例えば、このアイソレーションを見ているサイドハーフのところで一回抑えていくことっていうことが、まず一つ大前提として狙いになっていくと。で、まあ、ここに対してどういうカウンターで連動していけるかどうかっていうところになるんですけれども、これ早めに内側に叩いてあげないと、この古橋選手の切り替えがものすごい早いし、ものすごいいいんですね。なので、彼のところがスーって入ってくるのって、そこのところをさら、早めに下げるためにも中央に置きたいと。で、中央に置いてくると今度ここに、まあ、サイド、センターハーフの二人が待ってるよ。で、さらにその先には3人が待ってるよ。で、あとはこの辺には酒井豪徳選手もいるよっていうとこなので、まあ、早め早めに逆サイドのところに狙っていって、サイドを変えながら、まあ、3つないし4つのところのラインを形成しながらカウンターを持っていくことっていうことが一つ大事になっていくかなとは思います。ただし、神戸はそういうところを厭わずに、早め早めでプロフェッショナルファウルで潰してくる傾向にありますので、そこら辺のところは利用していきたいところですし、まぁ、ちょっと長めのね、レンジのセットプレイにはなりますけれども、そういうところからも一つ工夫をこなしながら得点を狙っていくことで、まぁ、勝利に近づいていけるのではないかというようなところを一つ見出していくところですね。はい。で、もう一つ、まあ、なんで神戸がこういう動かすような形をとっているのかっていうところなんですけれども、まず一つは単純にこの山口蛍選手のビルドアップのところっていうところを、このサンペール選手が上下することによって一つごまかしていくっていうことがやりたいというところが一つと、で、もう一つはこのサンペール選手が、まあ、正直このブロックのところで入ってくると強度があまり足りないよっていうところですね。で、なのでその時にもうすでにここのところの重要なポジションを任せてしまうと、ここのところから崩されてしまうよ。だからこういう形でスライドしていって、まあ、安全圏に入っている中央のところにスッと出したところでこう固めていくみたいなところっていうのを、まあ、その正直神戸としては狙っているところなんですけれども、ここで1枚サンペール選手について牽制してしまうと、案外ここのところをスーってやってきた時にあんまり入ってこなかったりするんですね。ちょっと、あ、今言っていいのかな、どうしようなのかな、いいのかなみたいなところでボールが来るまで入ってこないんですよ。なので、ここのところに1枚牽制を置きながら、ここのところのスペース、まあ、ちょっとね、その、ポジショナルプレーというところでは、はっきり言ってちょっと原則外なのかもしれないですけど、同じレーンのところであえてボールを持ってしまう。近場のところでね。っていうところの部分っていうのを一つ使っていくことで、まあ、要するに相手はポジショナルプレーみたいなところを原則としてやっていて、そこのところを守っていくよ。っていうところを考えているところに、あえてそこに反則な攻撃を仕掛けることによって、まあ、ちょっとこう焦りが生まれて、あ、やべえ、スライドしなきゃスー、そうするとここがぽっかり空いてくるよね、とか、っていうことができるんじゃないか、というようなところを一つ考えておりますけれども、まあ、それはね、選手個人個人のアイディアのところになってきますし、まあ、ただその構造として彼のところっていうところの強度は狙いたいよね。彼のところの目の前でのターンとかっていうところからの展開、まあ、厳しめに来られてこの辺でね、ファール受ければこっちとしては美味しいところも正直ありますから、まあ、この山口選手とサンペール選手の周りでいかに鹿島の選手たちがどういう動きをする、まあ、ここはもうはっきり言って
完全についちゃえば、ここから彼は動けなくなったりとかするんで、そうするとここにスペースが生まれてくるので、そこのところからどういった展開をしていくのかっていうところを一つ考えたいところと、まあもちろん、ここのところにボールを置くためには、ラインを高くして、この辺からボールをパス出さなきゃいけなかったり、サイドバックのところから、まあワンタッチで内側に叩くよとか、あとは、こちらのとこの縦で受けてから、ここがギュッて、ここにこうギュッてなった後にワンタッチで叩いて中央に持っていくよとか、っていうところをですね、ここのところを一つ考えていくことになっていくのかなっていうところですね。はい。なので、どちらかといえば、この試合は、サイドのところも、まあまあ、これはもう原則としてもちろんなんですけど、まあ、中央のところの攻撃が比較的増えてくるかなと。そうすると、中央のところに相手の選手が寄ってきますよ。で、もちろん、ここのところも、スライドしながらのところで行けば、少し遅れが生じるところで、そうすると、このやっぱり3バックのここのチャンネルと言われているところっていうのは一つ狙い目になってくるわけですね。で、彼らはどちらかといえばボールが動けばサンペール選手が前に出てそこのところで大きくスライドをしなければならない分がございますので、そこのところで大きくスライドしていく部分のところに対してじゃあ逆をついてこっちのサイドの部分をスペースを狙っていくよとかっていう動きができることっていうのがあってくると鹿島としては非常にやりやすくなるでしょうし、まあ、ここの裏のとこですね、ここのスペースは正直鹿島としては直接投げて狙っていきたいところなので、まあ、ここのところにフォワードだとかサイドハーフだとかが走っていく、まあ、もしくは1枚引いてきたサイドハーフの裏を狙って、サイドバックがここの部分に入ってくるとかっていうことができるようになってくると鹿島としては優位にボールを持てるようになると思いますし、攻撃としても一つ軸がここのところにできてからまた中央のところが今度はサイドに意識した時に中央が空いてくるよっていう状況にはできると思うので、まあ、真ん中と外の使い分けによるそのまあ、騙し合いじゃないですけど駆け引きみたいなところにまあ、勝っていって一つ得点のところに近づいていきたいなというところでございます。はい。まあ、少々ね、複雑回帰な動き方を相手はしてきますし、あんまり、こう、3-4-3 自体が、その J リーグであまり見られるようなポジション、そのフォーメーションじゃないので、もしかすると、見ている方々も、あれ?と思うかもしれないですけれども、動き自体は先ほど言ったような動きっていうところが出てきます。まあ、ですので、そこのところに、惑わされず、形っていうのはあれどやるのは人であってそこの人がボールを動かしているんだよっていうところとあとは最終的な狙いがどこにあるのかっていうところっていうのさえ分かってしまえばどこを締めていくどこを開けていくっていうところでメリハリを作っていくこと、そこのところでまあ一つブロックを組んで、まあ、まず耐えるっていうところですね。間違いなくこの試合に関してはボールポゼッション相手が増えるはずです。なので、まあ、少しその辺のところで耐える時間帯っていうのはすごく長くなってしまうかもしれませんけれども、まあ、そこからの逆襲であるだとか、あとは少ない中で自分たちのその攻撃のターンになった時に、相手がどういう構造でブロックを組んできていて、そこのブロックの構造にどういう欠陥があるのかっていうところっていうのも、ある程度見えてはいるところではあるので、そこのところを、まあ、ついていければいいかなというようなところですね。そういうことを一つ一つ積み上げることによって、まあ、得点をして、勝利につなげていくっていうところになっていきます。少なくともこの試合もチャンスがないわけではないですし、勝てるチームだと思いますんでね、しっかりときっちりと勝ち点3をホーム最終戦で取って、最終節に優勝の望みをつなげられるようにまずここは We must go on ということで全員で勝ちに行きましょう。頑張りましょう。勝ち回りも応援に行きます。はい、本日は2019明治安田生命 J1 リーグ第33節ヴィッセル神戸戦のプレビューでした。ご視聴ありがとうございました。